3番目はカーネル A の直行空間はイメージの TA だったのか？ちょっと待って、これだっけ？ベニオね。イメージの TA ですね。まずこれからですね、A を TA だと思いましょう。イメージの点地の A は、もうこれの直行空間は、カーネルの A ですね。点地の点地の A ですから。いいですか？この A を点地の A だと思いましょう。これ整理しますね。で、直行空間取ると、イメージの点地の A の直行空間の直行空間は、カーネル A の直行空間ですね。というわけで、そうすると、これ、イメージの TA そのものですからね。いいですか？だから、カーネル A の直行空間は、イメージ TA です。こういうことが示されます。というわけです。それで、ちょっと最後の補足ですけど、V が RM の中で話してましたね。これは部分空間にしましょうか。そしたら、V と V、これが RM に入ってますね。それで、ここ直場になります。ちょっと注意すると。これ直場ですね。これ分かるかな？P が V で、Q が、V の直行空間にしましょうか。で、P プラス Q が、こういうのも、0とします。で、何やるかというと、P と内積取ります。そしたら、P の2乗プラス PQ だけど、これ Q は V の直行空間ですから、P と垂直ですね。これ0なんです。これ0ですね。ですから、したがって P の大きさは0ですね。で、そうすると、P0 ですね。で、さらに P プラス Q0 ですから、Q0 ですね。というわけで、ここ直和です。で、次元は、ここ L 次元にすると、これ N マイナス L 次元ですね。あ、M だった。で、直和の場合、足し算がよくて、この次元は、高岡になんかラーメン屋の次元ってなって、笑っちゃいましたけど、これは M 次元ですね。というわけで、いろいろ最後になっていろんなこと使えて、V プラス V、これが RM っていうのが示されます。これ結構大事な事実ですね。これ直、あの、えっと直和でも、直行な、V と V 直行補空間は、V オーソガナって言うんですけど、直和なんですけど、もっと強くて、だからお互い直行してるわけですけど、こういうふうに直和分解、これよく直行分解とか言います。で、それで、そうすると、ちょっとこれもいいかな。これもちょっとこう消しますね。だから、V をイメージ A にすると、イメージ A ですね。との直行空間が RM ですか。で、そうすると、これはカーネル点。だから、これイメージ A は、カーネルの、これが、こういう直行空間があります。
これなぜことすら言ってるかというと、あ、バーコードあってるかな、大丈夫だよ。これは直行分解ですね。これは結構大事な直行分解ですね。というわけです。それでまあ、これはこれがこれはまあ、データ解析なんかでよく使うから言ったんですけど、まあ、およそ的に割とよく使うものです。